に剣を取り、戦場を駆け抜けた武将がいた。その名を上杉謙信という。そして戦国時代から数百年の後、謙信公の義を受け継ぎ、おもてなしという新たな戦に立ち向かうため、今再びこの地に上杉軍がよみがえる。彼らの名は越後城別上杉おもてなし武将隊。
おりませぬ。天を恐れし大山の心、この旗印にあり、者どもは行くぞ。3月の12、13、2日間かけて開催するということでございます。
まあ、食の戦だけではなく他にも2日間としていろいろあるな。あ、はい。あ、まず我らの武将隊のステージもありますし、はい、ドブロク、全国からドブロクが集まってきて、はい、研究大会というものが、別のブースで開催されます。そして他にも、物産展というものがございますね。はい、なんでわしに確認したの自信持ってお主、自分の国の PR じゃん、頑張れ。あ、はい、以上です。以上です。終わり。まあ、なんといっても我ら上杉おもてなし武将隊がメインキャラクターとしてこの地にずっといますからな、はい、近くにかけて我らに会いたいもの、うまいもの、食べたいもの、ぜひともお越しいただきたい。はい、詳しくはこちら国際ご当地グルメグランプリの公式のホームページというか伝統世界での本陣がありまするので、そちらの方を要チェックしていただきたいと思います。合わせてわしらのホームページも見てください、うん、ぜひ今日のことをぜひ書こうと思うので、皆様方良い笑顔でぜひ応援してくれ、気持ちよくなブログ書きたいから頼むよ。はい、お願いいたします。あ、え、何、どうしよう、あれは言わないんですか、あれって何。あとで、あとで、はい、はい、さて親方様、はい、このグルメには天津、この木の塩ホワイトエクソモというものがありますが、木の塩、親方様の木の塩が使われております。有名な話の敵に塩を送るという話であるが、今日は上杉家のその木の塩にまつわる物語を演舞でご披露しようと思っておりまする。ぜひこの後ご覧いただきたい。では上杉軍、物語演舞、敵に塩を送るの巻じゃ、ご覧あれ。時は平禄10年、西暦1567年、川中島の戦いで上杉謙信と激闘を演じた武田信玄は、京の都を目指し東海方面への進攻を開始する。ところがこの行動がきっかけとなり、武田領内は次第に窮地へと立たされていく。後にその状況を知った上杉謙信は、自らの信念と義の道を貫くためにある決断を下したのであった。失礼をいたしまする、親方様。何事じゃ。実は先ほど信濃に潜伏していた忍びの者から武田の動きについての知らせが届いております。うん、して何か動きはあったのか。は、知らせによれば、先ほど武田信玄が今川との同盟を破り駿河の国へ攻め入ったとのことにございます。信玄、越後の次は駿河か。欲深き者よ。それと、その武田の行動に対し制裁を加えると、今川と北条が共謀し武田領内へ入る使用を止めたとことにございます。何、武田領内に入り塩の流通を止めたと申すか。そのようです。もしこのまま甲斐や信濃に塩が届かぬ状況が続けば、食料や兵の士気に影響が出てくるのは必定かと。親方様、もしそうなれば武田軍を打ち破る絶好の機会ではございませんか。我らもこの計略に加担し、越後からも塩の流通を止めてしまえば、さらに武田の力は弱まります。そこを一気に攻め立てれば我々の勝利は間違いございませんぞ。いや、わしはその件には関わらない。放っておけ。なんと、この計略に加担しない。
どう申されますか。これは千載一遇の好機ですぞ。たとえそこに宿敵信玄の首を取る機会があったとしてもじゃ、他国の戦に便乗するようなそのような姑息な真似わしの機能を心に反する。それに信玄との決着は米や塩などというものをもって制するのではなく、正々堂々と戦場にて決してくれよ。しかし戦というものは正々堂々と戦うだけでは到底勝てるものではございませんぞ。さよう、時には相手を貶める調略も必要となりましょう。ゆえにこの機会を逃しては。不同意。お主らがいかに妄想とも今は動く気はない。わしが戦う目的は今川や北条のそれとは違う。それとも何じゃ。お主らすでに今川か北条の者と内通いたしておるということではない。めっそうにございませぬ。そのようなことは断じてございませぬ。ならばわしの申す通りにいたせ。よいか、上杉はこの件には関わらん。よってこれまで通りに潮の流通をいたすように商人たちに申し伝える。よいな。しかし、なんじゃ、わしの言うことが素直に聞き入れられぬか。聞けない。そう、ならば仕方ないのか。よかろう、わしの思いを聞かせてやる。まあ確かに、私たちの申す通り、戦において敵の弱きところを攻めるは兵法の定石じゃ。ゆえにその汐留の勢力も武田の力を削ぐという意味では、まあ、良い策かもしれない。ならばなぜに動かれませぬ。民のためじゃ。民のためですか。塩というものは我々人が生きていく上で実に大切なものじゃ。その塩を止めるということは海や市などに住む者たち全て、すなわち戦に何の関係もない民や百姓たちまで戦に巻き込むことになる。わしがなすべきことは戦によって敵国を滅ぼすことでもない。わしを信じ助けを求める者たちを救い、国を乱す悪しき者たちを制するために戦うのじゃ。それがわしが天に誓いし第一義の道、この上杉謙信が志す戦なのじゃ。我に命を預け共に戦場に立つものならば、そのことをよう心得ておくがよい。はっはっは。親方様の儀、我らしかと受け止めましてございます。ならば我が宿敵に謙信からの地層じゃと塩をたっぷりと送ってやるがよい。現地に残る我ら
上杉家の義の物語でござりまする。皆々様方もぜひ義の心でこれからも良き行い、良き戦を是非していただきたい、さてでは皆様、これよりは我ら上杉軍の心を一つに、この大河米沢冬の陣、そして雪道路を待つ、大いに盛り上げるべく勝ち時を挙げていただきたいと存じまする。では一同拳を上げ、さあ拳を上げ、さあこの献身の声に応えられ、では皆の者参りまするとよ、勝ち時じゃ、いざ、えい、